質問はですね、仕事上お年寄りの方と接することが多いんですが、一人の人、そのお年寄りの方を通してですね、家族に囲まれている人もあればですね、孤独な人も、一人の人もあると。その一人の人の幸せ、一人でも味わえる幸せというものは仏教で教えられているでしょうか、こういうことですね。これは結論から言うとですね、ないです。一人になってしまうっていうことは仏教から言うとですね、因果の道理になります。つまりそのお年寄りの方はそうなるように、そうなるように生きてきたっていうことです。つまり一人になるように、一人になるように生きてきたっていうことなんですね。これがこのお年寄りの方を通して私たちがですね、知らなければならないのは、その私たちの心というものが運命を生み出しているっていうことなんです。だからその人の因というのはですね、心ですね、心、そして結果というのが運。だから心がその人の運命を生み出している。お一人になってしまったということは、その人はそうなるように、そうなるように生きてきたんです。一人になるように、一人になるように生きてきたんです。その結果一人になったんです。それが幸せかどうかは別ですよ。でも少なくともそのご年配の方を通して知らなければならないことはですね、その一人になってしまったということは、その人が心で望んでいたことなんです。一人になることを望んでいたんですね。そしてそれが運命となってやってきた。その誰かと一緒にいや、煩わしいから一人になりたいとか、そういうことですか？そうです。誰かと一緒にいると煩わしいから、気を使わなくちゃいけないから、苦しいから、だから一人になろう、一人の方が楽だ、一人の方が楽だ、楽になろう、楽になろうと思って生きてきた結果、一人になったんです。ところが一人になって幸せかというと、幸せじゃないんですよ。寂しいんです。私たちはですね、一人では生きていけないようにできてるんですよ。一人では何やっても楽しくないようにできてるんです。寂しいんです。誰かと一緒に生きていきたいんです。誰かが自分のことをちゃんと見てほしいんです。誰かが私のことをね、ちゃんと見ててくれてほしいんです。決して孤独になりたいなんて思ってはいないんですけど、ところが私たちは煩悩ではですね、楽になりたいと思ってるんですよ。
私たちの煩悩は楽になりたいって思ってるんです。またですね、上に立ちたいって思ってるんですよ。これが煩悩の望んでいることです。私たちの煩悩はね、何を望んで生きているかというと、楽になりたい、楽になりたい、楽になりたいと望んでいます。この楽になるということはどういうことかっていうと、人と接すると煩わしいから人と接しないように、人と接しないように自ら離れていくんです。自分から、自分から離れていく。だけど一人は嫌なんですよ。だから誰かに一緒についてきてほしい。自分は一人になりたいけど追いかけてほしいんです。私はこう離れてる、私がどうせいない方がみんなはね幸せでしょって感じでね、一人になろうとする。その時に何を言うんだ、君がいないとね寂しいよって言ってくれる人が欲しいんです。そう、でも私は女王様よって感じでね、上に立ちたいんです。じゃあ私がそんなにね必要ならば、あなたは召使いのように私のそばにいてね。そういった時に相手がうん、召使いでも何でもやるよって言ってくれる人を求めてるんです。思い通りにならなかったらね、何あなた思い通りにならないじゃない、あんたのせいよって言われた時でもね、ごめんね、僕のせいだよ、君は悪くないよって言ってくれる人が好きなんです。これが上に立ちたい。この上に立ちたいという気持ちは相手を傷つけていくんですよ。私たちの煩悩は相手を傷つけつつ相手から離れたいと思ってるんですね。だから孤独は嫌なんです。一人ぼっちは嫌だ。だから相手の方から来てほしい。かつ相手と接するときは相手を傷つけたいんです。こんなことを思っててさ、人が寄ってくれるはずはないですよね。だから私たちが煩悩が満たされている人ほど一人になります。つまりお金を持っている人ほど一人になる。お金があればある程度思い通りになる、もっと迷惑をかけないように生きていきたい、だいたい一人になるんです。お年寄りが二人、その、ね、夫婦で、ね暮らすようになる。同居なんてしませんね。気を使うから楽になりたい。そうやって一人ぼっちに、ね、どちらかが、ね、奥さんや旦那さんどちらが亡くなったら、まあ、大体旦那さんが先に亡くなります。そうすると奥さんが大体お家で一人暮らしっていうことになっていくんですね。これは望んでいたことなんですよ、煩悩が。煩悩がこうなることを望んでいたんですね。楽になりたい、上に立ちたい。その結果、因、その通り一人一人になったんです。楽でしょ？一人だから。ね、一人だったら上、まあ下はいないけど上ですよ。自分が。すべてが思い通りになる。そう。これを仏教では苦しみの世界って言うんですよ。つまり煩悩によって行く世界は苦しみの世界なんです、ね、
年配の方を通して知らなければならないのは、結局一人になっちゃったっていうことは、それは煩悩が幸せだと、煩悩を満たすことが幸せだと勘違いして、一生懸命種をまいていった結果の世界なんです。だから決して幸せではありません。だからここから私たちは知らないといけないのは、煩悩を満たすことによって幸せにはなれないっていうことを、このご年配の方を通して知らないといけないんですね。結局煩悩というのは先が見えないから、煩悩を満たし続けていく、煩悩を満たすことが幸せだと追いかけていくと、その先に苦しみの世界が待っている。これが分かって初めて煩悩から離れたいっていう気持ちが出てくるんですね。それはだって一人ぼっちなんて嫌だもん。一人ぼっちになる。だって私たちは、私たちの魂はですよ、一人ぼっちの世界からこの人間として生まれてきたんですよ。私たちの魂は一人ぼっちになるのが嫌だからこの人間として生まれてきたんですよ。もともとは肉体がなかったんですよ。一人ぼっちの世界にいるんですよ。果てしない孤独の世界から私たちはこの人間としてね、この地球に生まれてきたんです。何を目指して、何を目的として、それは孤独にならない世界を求めてです。ところが私たちの心の中ではですよ、もう今までね、孤独になりたくないと思って生まれてきたのに、煩悩がいっぱいでね、結局孤独になるように、孤独になるように種をまいていって、最終的には孤独になってしまうんです。そしてまた死ぬと孤独の世界に行くんですね。だからそこに気づかないといけないんですね。ああもう孤独に、おかしいはずなんですけど、魂がね、覚えてるはずなんですけど、皆さん死にたくないでしょ。なんで死にたくないのか。それはね、死ぬとね、果てしない孤独の世界に行くからです。それが苦しくて辛くてね、こんな世界から離れたいと思って人間として生まれてきたのに、そのね、生きてる間の種まきがね、孤独になるように、孤独になるように生きてしまうんです。種をまいてしまうんです。その結果孤独になっちゃったわけですね。家族と一緒でなかったらどんな状況でも孤独なんでしょう。いや、家族と一緒でも大体孤独なんですよ。年を取ったご年配の方と若い人が仲良く話しながら、会話しながら生活しているという家庭は少ないです。それならば今施設にいらっしゃる方はまだ幸せなんでしょうか。そういう家庭にいるよりも、はい、今一応私たちがいて他の子と一緒にいるじゃないですか、はい、そういうふうに考えると別に不幸ではない。そうです。孤独な人から比べればまだ家族がいる人や旦那さんがいる人やヘルパーさんがいる人は幸せな人と言います。ちょっとそれを聞いてホッとしました。はい、だから人っていうのは人を求めているんです、心ではですよ。だけど煩悩がそれを歪めてしまう。だから口ではね、あんたがいない方がいいのよとかね、
あんたがいない方が楽なのよとかって言ったりするけど、心の底ではそういうふうに言うけど求めてるんです。だからやっぱりヘルパーさんがいるとか看護師の方、介護士の方がおられるっていうのはね、まだ幸せなんですよ。孤独の人に比べればね、そうですね。だから一人にならないように、一人にならないように生きていくってことが必要だし、一人に ならないように生きるってことは煩悩から離れていかない限り一人になっちゃうんです。楽になりたい、生み出したい頃をなくせばもう孤独の苦しみはなくなると。そうです、そうです、いいですね、はい、そう、この楽になりたいと上に立ちたいという心が満ちている世界を仏教ではエゴって言うんですよ。ここがエゴ、楽になりたい、ね、上に立ちたい、それが幸せだと思ってる。楽になれば幸せになれる、上に立てば幸せになれる、そういうふうに簡単に思っている世界をエドって言います。エドっていうのはね、あなたの心がエドにさせるんです。あなたの思いがね、楽になりたいっていう思いが、上に立ちたいっていう思いが、あなたの生きている世界を汚れた世界へと変えていくんです。だからよくね、死ねば浄土に行けるとかね、もう私は皆様を信じているから死んだら浄土に行けるね、浄土に行ったら楽になれる、楽になれるあれ、これって言うのじゃないですかね。ね、浄土にいたら白毒水の温泉に浸かって百味の恩敷たらく食うて、ああ邪魔はつらいところだった、極楽はいいところじゃ、楽になったと、そんな気持ちでですね、浄土を求めている人、それはあなたの求めている世界はほらね、あそこにね、老人ホームで一人で住んでおられる方がいっぱいおられるでしょ、あの方々のようになることがあなたの夢なんですよと。こんなことはね、幸せじゃないよ、浄土にはもっと人がいっぱいいるんじゃないですか、何を言ってるんです、人がいっぱいいたら煩わしいだけですね、え、一人がいいでしょ、だから果てしない広い世界、あなただけいるのね、え、これがあなたの望んでいる世界なんですね。え、これが煩悩が望んでいる世界、こんなの幸せじゃない、楽じゃなくてもいい、上に立たなくてもいい、孤独じゃない世界に出たいね。これを同じところに一緒に会いたい、どこにあるか、阿弥陀経の中に
177ページ右から2行目上の段ですね。クエ一緒とこういうふうに書いてありますね。177ページ右から2行目クエ一緒共に同じところに会う、これが本当の浄土なんです。浄土へ行きたいっていう心なんです。浄土、まあ、浄土ってどんな世界ですかって言ったら、みんなが同じ世界へ出るっていうところですね。これが浄土の特徴です。江戸は嫌なんですよ。同じところじゃ嫌なんです、ね、私だけが思い通りになる世界です。つまり孤独な世界、これが江戸。だから仏教を聞いていってですね、ああ煩悩では幸せになれないんだっていうことが知らされてくると、初めて浄土へ行きたい、浄土へ行くっていうことは、一緒の世界に出たい、みんなと同じですね世界に出たい、そういう気持ちが起きてくるんですね。クエ一緒、クエ一緒、いい言葉でしょこれ。共に同じところで会う、ね、再会は皆の浄土でとかってね、こんな感じです。みんなで同じところに会いましょうっていうことは、みんなで同じところに折れないといけないんですよ。自分のね、お姑さんとお嫁さんと一緒におれないのね。女家族でさえなかなか一緒におれないのね。もう浄土って言ったらいわゆる悪の他人じゃないですか。その人たちと一緒に同じ世界なんかね、出れませんよ。ああ人と一緒にいたい、それは一人になるよりはね、本当にはるかにマシだね。孤独から離れた世界に出たい、心から分かり合えるような世界に出たい、これが本当の浄土だ。だから一人の幸せなんていうのは仏教にはないんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。